私の肌はわがままだ。なりたい未来の自分の肌へ。肌悩みにアプローチ、素早く深くダイレクトに浸透、超高圧浸透型成分配合スキンケアシリーズ、アンレーベルラボ。大人かっこいい。来たんじゃないですか。これ来た。どうですか。うん、いいと思う。走るビンヒールだけど。お願いします。背中でもいい。あ、そうそうそう。またおでこの。ああ。いい感じです、いい感じです。そうそうです。うん、最初の質問からさせていただければと思います。はい、まず撮影を終えて感想を教えてください。感想ですか。なんかすっごい速いスピードで終わったなっていう印象ですね。皆さんのすごいチームワークが良すぎて、なんかさささっと終わったっていう印象が強いんですけど、やっぱり一つ一つのその色、黄色、赤、緑、青っていうので衣装ももちろん可愛いし、そうですね、なんか楽しかったです。すごく短かったけど、はい、ありがとうございます。山本さん自身もすごくテキパキと動かれていて、すごくかっこいいなというふうに思いました。ありがとうございます。あの今こう4つのこう4色の衣装でというお話があったと思うんですが、まあ、今回の4色の商品に合わせてあの4色のこう衣装を着ての撮影だったと思うんですが、はい、一番お気に入りの衣装はありますか。一番、でも私今赤が好きなので、赤のドレスをすごく可愛いなっていうふうには思いましたし、あのずっとスカートだったので、最後のイエローのこのセットアップはパンツなんですけど、すごくポージングも取りやすくてかっこいいなっていうふうに思いました。衣装も、はい、ありがとうございます。次の質問させていただきます。今回の CM のコンセプトが大人かっこいいだったんですけれども、山本さんの思うかっこいい大人だったりですとか女性っていうのはどういう方ですか。大人かっこいいね。スマートな人かな、やっぱり。なんか全ての行動にって思います。ありがとうございます。次の質問させていただきます。今回こうアンレーベルのこう4つの商品というのが、こう肌悩み別にこうアプローチできる商品なんですけれども、山本さん自身のこうお肌のお悩みっていうものはありますか。私は乾燥肌なので保湿をしっかりするようにしているんですけど、
そうですね、そこに気をつけてます。あとはもうなんか偏食すぎるんですよね私で。ラーメンとか大好きなんですけど、ラーメン食べるとやっぱりプツプツって出たりとかするから、そこをなんかそういうニキビができた時はニキビができたよに用意しておく。それこそアンレベルもそうだけど、ただそのイカ用にもあるじゃないですか、4種類も。だから本当にすごいなって思いました。レチノールだったりとかセラミドだったりとか、全てなんかに対応してる、その敏感肌だったりとかにも、うん、なんか それがすごいなっていうふうに思いましたね。うん、したら次の質問させていただきます。今回そのアンレーベルの商品の撮影ということだったんですけれども、実際にアンレーベルの商品を使用してみた感想を教えてください。あの、ね、まず肌につけた時のこの伸びだったりとか、その吸収の速さがにびっくりしました。まずつけてみた時にね。でそのなんか私肌に合う合わないとかあるんですけど、その4つ使わせていただいて荒れることもなくって、なんかそのアルコールフリーだったんですよ。だからあ、アルコールフリーってその探さなきゃないっていうか、なのでいつもなんかそのお店で見てたんですよ私この商品を。でもなんかあ、お話来て、あ、見たことあるっていう風に思って今回使わせていただいて、まあすごくいいな、馴染みもすごくいいなって思ったし、そのメイクする前にその美容液をつけるとファンデーションがその浮いちゃったりするんですね、あんまりその保湿力が高いのって。でもこの商品はちゃんとファンデーションも馴染んだりとかもしたし、あ、すごいなっていう風に感動しました。ありがとうございます。はい、最後の質問に移らせていただきます。最後に今回の CM の見どころを教えてください。見どころはやっぱりそのこの世界観というか、その四つの世界の中でなんだろうな、うーん、大人かっこいいっていうのをしっかり表現できてるのかな。もうそこは監督次第なんですけど、監督に素敵なものを作ってくださいって感じなんですけど、やっぱりそのカメラワークだったりとかもこうやってそのずっと固定してるわけじゃなくて動かしたりとかもしたりとか、あとはハイスピードになっていたりとか、本当になんか素敵な演出になっているので、そこをしっかり見ていただけたらなというふうに思います。衣装も可愛いですし、ちょっとメイクが変わってたりするのでそこも見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。